人生は儚くて一瞬だからですよ。本は永遠だからですよ。だって自分が死んでも本はずっと生き続けるじゃないですか。バトンタッチのようにこう本は受け継がれていきます。永久にね。まあゲームそうだけど。ルポライターなんですよ僕は。だから芸人になる前にルポライターに憧れたから、下船のドブ板の中の匂いを嗅ぐ仕事をしたいと思ったんですよ。僕が紹介する本はルポライターことはじめという本で、これは1981年の本ですね。これも19歳の時の本ですけれど、この本を読んでたけしさんが現れる前に自分が何になりたいかっていう時にルポライターになりたいって思った、そういう職業上の使命をここで得た本ですね。ジャーナリストになりたい、編集者になりたいっていうのは前からあったんですね。あとプロレスの雑誌の編集者になりたいっていうので、プロレス雑誌にこう自分はを雇ってくれみたいな手紙をたくさん書いてるから、だからそれはなりたかったんですよ。だからそういうことで言うと、自分がペンを持ってその社会正義に知らしめてやるっていうような能力があるのかっていうのがすごく疑問だったんですよね。例えば新聞記者になれるのかとかね、そういうこともすごく考えたけど、フリーの記者として性風俗とかそんなこともルポライターになれるし、ありとあらゆる事象の中に飛び込んで取材して やればいいわけじゃない。新聞クオリティペーパーじゃないものね。そういうものに対する下船のドブ板の中の匂いを嗅ぐ仕事をしたいと思ったんですよ。それがまさにこの本でしたね。高貴な人間ではないって自分は思うからですね。僕はものすごく裕福に育ってるんだけど、そういうものに対する嫌な感じって、まあ、それあれですけどね、太宰治なんか典型的ですけどね、自分が生まれた時から裕福であることに対する恨みがあるタイプですよね。なんでこういう不平等があるんだろうみたいなことに対してであるとか、貧しい人に対してのこうこっちの方が気遅れしてるんですよ。自分が豊かであることに対する申し訳なさを感じる方だったから。俺は芸能人だと思ったことがなくて、芸能界に潜入しているルポライターっていう設定なんですよ、自分の人生が。だから本を書いているとどんどんとルポタージュに近づいていって、特に日付とその裏取り、その本当にその人が言ったかどうかっていうの、芸能人もお笑いの人もプロレスラーも嘘をついていい職業なんだけど、小説家なんかもね。だけど俺は嘘をつきたくないんですよ。なぜならばルポライターだから裏を取って、いつ何時何分彼がこう言ったっていうのがちゃんと録音があるみたいな世界観で、でも物語ができるっていうものを思考して自分の本の世界を作ってるからです。やっぱルポタージュも俺の中では、人の仮面を剥いでお前はこういう人間だっていうのを生きてるうちに見せしめに使うやり方ってあるじゃないですか。だから嫌いではないけど、死者の名誉が回復されるような本を常に書きたいですね。死者でもまあ生きていてもいいけど、英雄って常に落ちるから、大衆の手によって、そういう時にもう毅然とした人間であったみたいな、それまあそれはあれですよ、大谷翔で言うと、なぜ木村正彦は力道山を殺さなかった、もう典型的な本じゃないですか。そういう本を書きたいんですよ僕は。美談で書くっていうか、人間賛歌であるっていうのは僕の書く上でのルールですね。
俺がやってる芸能界に入ってる仕事の中で一番コストパフォーマンスが悪いのは本を書くことですよ。忙しかったからね、レギュラー5本ぐらいありながら書いてましたからね。人生は儚くて一瞬だからですよ。本は永遠だからですよ。自分が死んでも本はずっと生き続けるじゃないですか。バトンタッチのようにこう本は受け継がれていきます、永久にね。まあゲームそうだけど、そこが本に託す理由ですよ、文字に託す理由ですよ。それは俺映像作家でもいいんだよ。あ、もちろんドキュメンタリー作家だって全然憧れですよ。ドキュメンタリー作家でやりたくない理由は、伊藤聖子さんが映画監督とか絶対やらないっていうのと俺も似ていて、やっぱ人間音痴だからですよ。人と接触しながら和音を作るのが苦手なんですよ。それは本を書く人だから、文章の中に人生を見出しているから、それは本当の内面だから。酒井若菜さんと仲いいけど一緒に飲んでるわけでもないし、仕事で2回ぐらいは福岡行ったりしたことはあるけど、基本的にはお付き合いがあるわけじゃなくて、文を通してつながってるっていう感覚なんですよ。文章を通してじゃないと好意を伝えられなかったりさ、交流できなかったりするっていうのは本の好きな人のこう流儀だと俺は思ってるけどね。それは文を通して、だから俺が誠実に解説文を書くっていうのはそういうことの誠実さ、あなたのことが好きなんだっていうのは1万字かかるよって思っちゃうのよ。だから文庫本の解説いつも俺が1万字縛りをやるのよ。活字中毒であるのはもう間違いなくて、もうなんだろう、ゲームとかもしないもん、もうすでに一切やらない。要は電子書籍じゃなくてフィジカルなこの四角い形の中に活字が入っているっていうことに対するフェチシズムがあるんですよ。だから酒井若菜さんとかも博士の本何がいいって、もう開いた時のひらがなと漢字の分量がいいっていう、分かってくれるそれって、これもう全部そこで計算してるからって分かるっていうような感じですよ。本の愛なんてもう俺もう映画より本の方が全然面白いって言ってるもん。なぜかっていうと、映画は強制された時間を同じスクリーンを見てその形そのものの広がりはないじゃない。でも本の場合は時間は強制されないし、この自分の脳内に起きているこう見えてるスクリーンの大きさは無限なんですよ。これってどういう神様の試練なんだろうみたいなものがずっと自分の中である。自分より人を大切にする、そう思って生きてれば報われることってきっとあるかもしれない、世の中の真実なんじゃないかなって思うことがあります。